ちょっと他のところで情報入れましょうかね。無理やぞ、今のでサイコロを解くのは。もっと情報が必要です。あ、なるほどさん、助けてください。この声は、あ、そうそうそう、煮干しさん、そうそう、やっぱ煮干しさんが全部知ってるでしょうよ。どうされました、こんなところで。いやー、僕なんか捕まっちゃって、なぜパンティー泥棒か。僕明日のお手で証言、煮干しさんが証言か。あー、煮干しさんが証言なのか。パンティー泥棒がで捕まったかと思ったよ。決定的な証人で煮干しさんか。さっきまで刑事さんと話をして帰ろうと思ったら、被疑者は身柄を確保といきなりこう来られた。はあ、なんか顔も格好も怪しいなんて言われて。確かに怪しい、顔も格好も。ただの大層のお兄さんなのに。さあ、話を聞かせてもらおう。証言って煮干しさん何を話すんですか。いやー、よくわからないんですけど、なんか僕大事なものを見ちゃったみたいなんですよ。大事なもの。あー、でも刑事さんに言われてるんです。絶対喋るな、特にあの弁護士にはって。お前どっちの味方よ。恩人やぞこら。まあ僕だろうね。恩人やぞ。恐縮です。恩人やぞ。世界で私と迷い様だけはなるほどくの味方です。いや、ありがたいっすよ、二人でも。大トロくん、きっとダメージが大きいですね。彼、春風のような爽やかさが売りだから。本当のところはどうなんですか？そうですね。女性にはちょっとだらしないというか、周りに寄ってくる方を、拒まないんですよ。ゲームだーって割り切ってるですね。最低です。最低です。思い通りにならなかった女は一人だけ。ああ、それがゆりえさんだろうね。思い通りにならなかった女が一人。そんなこと言ってましたね。一人だけ。それ誰ですか？マネージャーさんですよ、キリオさん。あ、キリオ！ああ、そういうことか。そら無理やろ。でもさ、なんだか妙に生き生きしてきたぞ。教えてくれ。いやー、僕噂話は目がないんですよ。なんか芸能界ってきらびやかなイメージがあるじゃないですか。知らんな俺は。いやー、僕なんて毛むくじゃらで汗臭い筋肉野郎ですから。でもいいんです、身の回りでスターたちのゴシップが生で聞けますからね。まあそうですね。あー、ほら知ってますか、キリオさんの先輩の自殺。ゆりえさんですか。確か伊佐夫さんとの結構ダメになったとか。そうです。そう、それです。僕なりね、考えてみたんです。あの謎の死について。ねえねえ、なるほどさん、聞いてくれますか？うん、聞く聞く聞く。聞くよ。聞くさ。知ってますか？ゆりえさん、遺書を残していた。あ、やっぱり遺書があるのか。それを伊佐夫さんが隠しちゃった。まあ、それはなんか聞いてますよ。法廷で聞きましたよ。証拠はないって言ってたけど。僕、思うんですよ。遺書の中に都合の悪いことが書いてあったんです。伊佐夫さんにとって。じゃあその遺書が見つかれば一番いいのか。遺書が見つかればいいのね。どうしてそう思うんですか？ゆりえさん、亡くなる前に友達に相談していたんですよ。悪い男に捕まってしまったって。悪い男。それが伊佐夫さんだったと。だって他に考えられないでしょう。人の遺書を隠しちゃう理由なんて。なるほど、参考になりました。恐縮です。大トロさんとキリオさん2人今留置所にいる。何かまだ僕は知らないことがあるはずだ。全て聞き出すんだ、あの2人から。電話か。はい、殿様の電話です。ですよ。嬉しいでしょ。恐縮です。誰か、ミスルギかな。大変っす。すぐ事務所に戻るっす。どうしたんですか、とんでもないことになった。ミツルギが。どうした、ミツルギ。ああ、わかったわかったよ。もう、なんやねん。忙しい、忙しい、忙しい。帰るのが怖い。帰るの怖えよ。いいニュースだといいですね。絶対いいニュースじゃない。絶対いいニュースじゃない。いやー、嫌ですな、確かに。ブルーですわ。ミツルギがなんなん。ピザ持ってきたとか言うなよ。遅いっす。ミツルギケンジもう帰、え？止めとけよ。わかったっす。盗撮カメラを仕掛けた人物が。え？こんなに早く。
早いね、三剣は。やっぱ三剣さんは早いで、仕事が。チャンクマ。自分は気づいたっす。カメラ、トランスミター、この血まねするべき。お、もうバレとるやな。事件の関係者が一人だけ変わってたっす、こいつ。一体、シンゴやな。シンゴ。やっぱね。でしょうね。いや、じゃあ、信号無罪にできないじゃん。信号無罪にしちゃダメじゃん。そんなになってきたら。どうすんの？最悪だ。ほんと最悪です。間違いないですか？このぬぐるみの型人物。デパートの店員に会ってきたっす。こいつはクレジットカードの伝票っす。38番。あのぬぐるみになんとぴったり一致するっす。伝票。もちろん伝票だけじゃないっす。店員の証言があるっす。間違いなく大トロに売った。そう証言してるか。ついでにその店員はサインももらったらしいか。ぬいぐるみを買ったら確かに大トロか。めまいがするなぁ。ビデオカメラの方はどうでした？こいつは調べても無駄す。どこでも入手できるか。とりあえず預かった証拠は返すか。あんたが認めたくない気持ちはよくわかるっす。まさかとは思っていた。伊沢さんの部屋を盗撮していたのは大トロさん。どうして大トロさんはそんなことを。そりゃ、切り音の3日を撮影しようとしたっすよ、きっと。きっとじゃダメ、確かに。僕は本当のことを知らなければならない。会うっすか、大トロと。はい。怖いです、なるほど。さっき会ったけどね。時系列がめちゃめちゃですからね。僕も怖いけど言える雰囲気じゃない。大トロさん、あなたは一体何をしたんだ？じゃあ会いに行きますかね。大トロに。おお、ご苦労様ですね、ナロさん。もう10時過ぎですよ。両方の話聞いてからこっちが、そろそろはっきりした答えを出したいと思ったんです。答えを知らない方が幸せなこともありますけどね。まあ、お話を聞きましょうか。さあ、じゃあ聞いてやろうか。これは解除できんのかな？その前突きつけとくか。てめえ、こら、おい。おい、こら、見ろ。ええー、なんでよ。じゃあこっち。見れないの。じゃあサイコロックの方か。じゃあサイコロックの方で見せるってことね。オッケー。多分信号の方を解除してからキリオさんですね。いいですか。あなたいつ、伊沢さんを気にした授賞式の夜。だから、それは、これよね。どうですか、お父さん。マジかよ。これよね、じゃあ。事件当夜、伊沢さんの控え室にあったものです。ファンからのプレゼントに混じってね。そいつはプレゼントじゃない。よう、そんな、しらばっくれられるな、お前は。なかなか洒落たぬいぐるみだと思いますよ。ええ、高級品らしいですよ。何しろこの熊にはこんな機能があるんですからね。こんな機能があるんですからね。超小型のビデオカメラです。こいつの目に仕掛けられていました。好奇心の強い熊ですね。お前、よう、そんなとぼけられるな。カメラの映像はこいつでどこかに送信されていた。つまり、事件当夜、伊沢さんの控え室は盗撮されていたんですよ。ふん。あんなやつではファンはいたみたいですからね。これはファンからのプレゼントではない。ふん。そうなんですか。よう言えるな、お前。ほんとよう言えますね、そんな。こう、震えるわ。このぬいぐるみ伊沢さんに送ったのは、人物でいいってことかな。人物だよね。お前だ！てめえだよ！大トロさん、この熊に見覚えは？あるだろ？熊に知り合いはいないと思いますよ。でも、こいつはあなたを知ってるみたいですよ。
何が言いたいんですか。カメラを仕掛けたのはあなたです、大トロさん。法廷のあなたを知らなければ危なく騙されるところですね。はったりでしょ、どうせ。よう言うわ。どうやら認める気はないみたいですね。その前に証拠を出す気はないんですか。あるわ。あるわ、こら。あるわ、こら。伝票あんねん。ここにクレジットカードの伝票があります。大トロさん、あなたがぬいりみぐるみを買ったものだ。こんなの38万円という金額を証明するだけでしょ。僕はあのデパートでよく買い物しますからね。この38万円ならあれかもしれないな。歯ブラシ。アホか。バカなのかな、お前は。お前はバカなのかな、本当に。38万円の歯ブラシですか？象牙で増毛だったから。それって高級なのかな。とにかく、おもちゃ売り場の店員があなたを覚えていたんですよ。サインまでしてあげた。そうじゃないですか。なんだ、それを先にって言って。お前もう後出し罪権やめえっつっとんね。後出し罪権やめろっつっとん。あのさ、一つ聞いていいかな。なんで食べ子やねん、こら、おいボケ。弁護やめるぞ。あなた僕の弁護士ですよ。なんでそんなことを調べなきゃならないのかな。真実を知っていなければ弁護でなんてできませんからね。バカバカしいね。ねえ、もういいかな、僕。まだです。こんなもの仕掛けた理由を聞いてませんからね。それこそあなたの秘密だ。決して誰にも言えない。だとしたら、どうなんです？聞き出します。何としても。あなたが言ってたらさ、あなたが伊沢さんより盗撮した理由か。あ、キリオか。キリオだよね。キリオだよね。そうっす。キリオさんが、だよ。伊沢さんとキリオが秘密で会っている。そんな噂があります。伊沢さんを意識していたあなたは、そのスキャンダルを暴こうとしたんじゃないですか？どうだ？バカバカしい。え？そういうスキャンダルはね、弁護士さん、僕たちにとっては美味しい話なんですよ。美味しい。金もかけずに世間が騒いでくれるんだからね。逆に言えば騒がれなくなったらおしまいってこと。残念です。何がですか？残念です。あなたこう言いましたね。できればこういうシンプルな理由でやってほしかった。盗撮の目的がキリオさんじゃなかったとすれば、残る可能性は一つしかありません。あなたがエサオさんに仕掛けた理由。芝居たってことっすよね。芝居たってことっすか。あなたがエサオさんに常にカメラを仕掛けた理由。自殺は多分関係ないんでしょうな。遺書かな。遺書を探そうとしてたのかな。遺書ですかね。遺書を探そうとしてただと思うんだよな。まあ、失敗しても大丈夫なんで。衣装を探そうとしてたかな。これじゃないのかな。違うか。芝生試すよね。芝生試す。じゃあこれかな。カードかな。これか。ああ、これか。むずいぞ、これを選ぶのは。さすがに。何ですか、そのカード。こいつのこと知らないのか。これはある男の名刺みたいなものです。殺し屋サザエモン。もちろんご存知ですね。殺し屋サザエモン。バカだ。なんで僕はそんなもん。もう動揺これ。ガキこら。彼を知らないならばなぜそんなに動揺してるんですか。認めたくなかった。これだけは。でももう間違いない。大トロ慎吾さん、あなたがなぜ殺し屋を知っているのか。依頼人だ。依頼人なんだよ。このカメラをセットしたということは、あなたを知っていたんです。
あの部屋で何が起こるかを。そして、なぜあなたがそれをしていたか。答えは一つしかない。あなたが依頼したからだ。殺し屋佐左衛門に不死身の勲の暗殺を。この事件の真犯人は、大トロ信吾、あなただったんだ。いや、これで無罪にしないといけないの？どうだ？やれやれ、やれやれ、九条丈太郎です。せっかくのいい子にしてあげたのに、知らない方があなたも気持ちよく仕事ができる。そう思ったのにな。大トロさん、やっぱりあなたが。ちょっと待って、僕と相談してみるから。え、何言ってんの、このバカは。そろそろいいだろう。だってさ、何が？弁護士さんに挨拶しても。え、何言ってんの、どういうこと。うわー、これ潜水忍ぶパターンですわ。